2023明治安田生命 J1 リーグ第12節、横浜 F ・マリノス対京都サンガ FC の一戦もお楽しみいただきます。今日は山根に代えて松原、そして木田に代えて渡辺というスターティングメンバーになりました。で、試合前のウォーミングアップで F ・マリノスですが、山根がアクシデントがあったようで村上に急遽代わっております。京都サンガ FC はフィールドプレーヤー半分を前節から入れ替えてきました。基本的にはやっぱりもう相手にどんな状況でも向かっていくチームなので、まあ、ハイプレッシャーとハイラインをどれぐらい保てるのか、はい、で奪って早く、まあ、シュートまでっていう形を何回作れるかでしょうね、はい、さあヤンマテウス、イオハが対峙しますが縦に仕掛けます。右足クロス、難しいクリアでした。エウベル持ち直してヤンマテウス、まあ、今のも一つ作りましたけど、はい、まあ、本当際どい場所に飛んでいきましたから、まあ、ヤンマテウス入りはいいんじゃないですかね。そうですね、レフティのヤンマテウスが蹴ります。柔らかく入れました。ファーサイドボレー、西村の右足、体を預けながら見事に足を振りました。西村セットプレーで先手を取りました。 F ・マリノス開始10分です。決めるんですね、この一発でね。しっかりミートしました。まあ、ボールの質もすごく良かったと思いますし、体を当てながら最後は右足をうまく出したって感じですかね、コブ渡す作業はやっぱりうまいんでね。そうですね、アンデルソン・ロペス、オフサイドです。ディレイを行っていました。まあでもあのぐらいは十分にシュートレンジですね。まあ、距離ですね、はい、松原からヤン・マテウスです。カットイン、ヤン・マテウス、こぼれ球、長戸のボレー、2本シュートを放ちました。F ・マリノスよく弾いた。若原、前向きに奪いました京都。ただこのボールをつなぎたい、サポート来ました。三沢です。そして豊川、すぐにスタートを切った福田、豊川ミドルシュート、枠ですね、はい、惜しかったです。取り方もすごく良かったと思いますし、はい、セカンドボールを拾って、さあ豊川行く、残ったボール、福田シュートだー、追いつきました京都サンガ FC。 開幕節以来の出場のチャンス、福田慎之介取りました。すごいの飛びましたね。うまく豊川が残す格好になって、うん、はい、そこに飛び込んできました。少し荒木のラフなボールからですけど、はい、F ・マリノスのミスしたボールからですけど、やっぱり奪った1本丁寧につなぐってことすごく大事で、はい、もうしっかり足を運んで、まあ、キーパーの位置を見たというよりも下がスリッピーなので、でも振ったからこそ生まれたゴールだと思いますから、はい、まあ、見事だと思いますね、はい、まあ、良いゴールでした。ちょっと慣れましたね。さあ左からシュートだー、まあ、オフサイド、西村これはオフサイドでした。ヤンマテウスがここですね。そうですね、はい、ちょっと出てますね。これも効果的だと思いますね、はいはい、中に持ち込むエウベル、そして顔を出した松原、ヤンマテウス入れてきます。ヘディングオンゴール、ボールの質ですよね。でも浅田の頭、クリアに行った浅田ですが、まあ、ヘディングは自らゴールに、まあ、この水沼から中央へ
ボール球マルコスジュニオールクロスを入れます。逆サイド山手線左に移ってすぐにゴール、ヤンマテウスです。3対1、その差を広げました F マリノス。本当に一瞬で景色変えますね、まあ、新しく入った選手との関わりもそうですけど、水沼コータから斜めに刺すボールのところ、ゴールへの反応、マルコス質の高いボール、トラップシュートまで、まあ、一連の動きがすごくスムーズでしたし、素晴らしいゴールでした。速いボールセカンド拾ってまた福田の右足、藤田です。松原縦パスカットしたイオハ、これを杉本スライディングで奪って水沼、水沼コーター強烈突き刺しました水沼コーター。攻撃の手を緩めないトリコロール、4得点、まあ、この松原の縦パスからゴール奪われるんですけど、この杉本の切り替えですよね、はい、よく滑りましたし、最初のタッチでグッと持ち直して、まあ、京都の若原が手が届かないところに打ち込みましたけど、まあ、本当に素晴らしいゴールでしたね。取りたくて取りたくてしょうがない顔してますからね、はいはい、アウリーニョシュート、ここで試合が終わりました。横浜 F マリノス第2節以来のリーグ戦連勝達成、4対1というファイナルスコアになりました。